こんにちは。今回は早速文の要素についてやっていきたいと思います。で、イントロでも言ったみたいに、この授業では英語が全く苦手でとにかく初歩からやっていきたいという人に初めからわかるようにしていきたいので、最初からしっかりやっていこうと思います。で、よく英語を勉強するときに文法なんか関係ないとか、日本人は文法を気にしすぎるから英語喋れないんだよとか言うんですけど、それは、やっぱりそういうの英語を喋れるようになってから言うことで、特に初めの段階とか、あとは、特に受験に関して勉強するんだから、ちゃんと文法分かってないと、どんな説明を受けたって意味が分からなくなっちゃうところがあります。だから、そんな生意気なこと言わないで頑張りましょう。はい。で、まず、英語っていうのは、よく見る図だと思うんですけど、SVOC にすっごい嫌な言葉って言われてる人もいると思うんですけど、ここからちゃんとやっていきましょう。で、S っていうのは、よいしょ、主語だよね。主語っていうのは、文の主役になる言葉です。誰がとか、何がっていうところだよね。英語って主語がない言葉っていうのは、命令文とかはあるんだけど、ほとんどがないので、まず主語、動詞ってのを覚えておいてください。V が動詞ね。これは最低限ちゃんと意識してください。動詞。字が汚い。で、それで、O が目的語。動作の目的になる言葉。するんですけど、形容詞っていうのは名詞を修飾する言葉です。で、あ、beautiful flower っていうのがあります。で、これ名詞ってどれかわかる？ものの名前です。ものの名前、これ名詞だよね。フラワーっていうのが名詞です。で、それを修飾するっていうのは詳しくする。ね。だから、お花。綺麗なっていう風に優しく説明してくれてるここが形容詞っていう風になります。で、この形容詞ってこういう使い方だけじゃなくて、ほぼとしても使えるんだけど、それも後でちゃう。で、副詞っていうのは、これは、そうだな。She runs fast. 彼女は早く走りますっていうのがあるのね。で、これ、run。動作でしょ。これが動詞だよね。で、動作を修飾したい。で、彼女は早く走るだよね。で、これ修飾するのは動作だけじゃないんだけど、こういう風に修飾していきます。で、そうだな。で、これも後でやろうかな。で、こんなの当たり前じゃんって言うと思うんだけど、意外と中高生に英作文書かせてみると、主語ないじゃんとか、動詞ないじゃんとか、なんか、動詞と主語すっごい離れてるけど、まあ離れることもあるけど、不自然に離れてるけどみたいな文章をポンポン書いてくるから、結構ちゃんと分かってる人って少ないと思います。だからまずこれだけはちゃんと分かってください。で、そしたら、早速、文型の方に行きます。はい。まず第一文型だよね。で、第一文型とかいうことをやる前に、まず B 動詞わかるかな。B 動詞っていうのは、B っていうのが原型なんだ。で、人によって、主語によって変わるよね。is, am, are っていう風に
あるよね。うん。そうだね。で、はい。で、主語、動詞っていうと、例えば、she smiled だったら、彼女が笑った。で、どんな難しい受験の文であっても、主語、動詞、普通の文だったら、疑問文とかなんない限り、主語、動詞っていう順番は変わりません。うん。はい。で、そうだね。で、一般動詞って何って言われたら、一般の、いきなり、B 動詞って何って聞くと、みんな、いつあんのって答えられるくせに、B 動詞って、一般動詞って何って言ったら、うん、ってなっちゃう人がいるんだけど、これは、B 動詞以外の動詞って一般動詞で、だって普通の動詞なんだ。だから、例えば、run でもそうだし、play でもそうだし、一般動詞だよね。で、うん。例えばね、she smiled とかだったら、彼女は笑った。これだけで簡単で、だし、he swam、彼は泳いだったら、これだけで簡単なんですけども、こういうのがあります。she smiled at me.he swam with me. こういうのがあるんだけど、こういうことをやると突然、じゃあこの at me は何ですかっていうと、目的語とか言ったりとか、保護とか言ったりとか、なんかわけわかんないこと言う人とか多いんだけど、これはね、前置詞っていうのあるよね。act in on とか。そういうやつは、うことに入んないんだよ。だって、例えば、he's one with me ってさ、私のって言われてもさ、通じるでしょ。彼は泳いだって通じるでしょ。これって本当はいらない言葉なんだよ。だけど、前置詞っていうのは、よく言うのはノリだよー。いらないもの。ノリだよ。こうやって、ほんと he's one だけでいいんだけど、もっと詳しく伝えたいのって言って、じゃあノリでぺったんってくっつけちゃうのね。だから、前置詞の後の名詞って、ルーコードに入んないで、O とか C とか言わないでくださいっていうことを、まずここでは分かっておいてください。いいですか？はい。で、そしたら次、SVC ってところに行きます。で、C っていうのは、これがさっき言った保護だよね。保護っていうのは意味を補う言葉です。で、B 動詞っていうのは、簡単に言うと、特になんか、ですとか訳すとか書いてあるもんとか、まあそれでいいと思うんですけど、一番分かりやすいなって思うのは、ドールだよ。ドール同士だよって思ってください。どういうことかなって言ったら、例えば、うん。My uncle is a teacher. これさ、B 動詞あるよね。B 動詞来たら次、ほぼだよ。なんでって言ったら、イコールだからっていうのは、My uncle が、ですでしょ ?is が動詞だよね。B 動詞ですね。で、teacher っていうのが、これが、C っていうのは、ほぼっていうのは主語の説明。だから、こことここってイコールで結べちゃいます。my uncle, おじさんって先生なんでしょ？イコール先生っていう。で、これ C だと簡単に分かっちゃうんだけど、ちょっと聞いちゃったんだけど、例えば C got angry。じゃあさ、C になる前って絶対 B 動詞のって言ったら、そんなこともなくて、絶対そうなんだけど、まあ、そんなこともないんだよ。で、C got angry だったら、え、もっとって、他動詞じゃんとか言う。だけど、これ二動詞っていう使い方もあって、何々になるっていうか、angry って状態をゲットする。もう、she got angry だったら、あ、もうごめんなさい、これ C です。C だよね。で、これが、she got angry。これ、ペット目的語取るから O だよって言うんだけど、まあ、O とかわかんなかったら聞き流していいですか。で、これで、彼女って怒ってんでしょ？彼女イコール angry なんでしょ？だから、これは C だってわかります。例えば、あとこれ、ディズニーランドとかで、言うよね。例えば、my dream came true 私の夢が叶ったよ。っていうのも、実はこれ SVC で説明できる。私の夢イコール本当だから、これも SVC、自動詞なんだなっていうのがわかります。で、次、3番いきます。で、自動詞と動詞ってさっきから私言ってるけど、マジで意味わかんないって人は、ここで待って。
はい。で、うん。自動詞っていうのは自分だけで完結できちゃう。っていうのは目的語取らないよ。O がなくてもいいよ。これね。目的語。っていうのは動作に目的が存在しない。意味わかんないけど、例えば、I sleep。私は眠るよ。だよね。私は何々を眠るよって言わないよね。これだけで完結しちゃいます。うん。で、とか、さっきあった、スウェムとかもそう。で、他動詞っていうのは、他動詞っていうのは目的語を取る。例えば、I have a dream とか、I have a cat。私は持っている、え、何を、猫をっていうとか、こういうの他動詞っていうふうに言うんだよ。これ本当に重要だから、ちゃんと。で、例えばさっき言ったけど、I have a dream だったら、主語、I だね。have が、インパドルだね。で、dream が、これ、おかしいかわかんないよっていうときは、さっきさ、これでさ、SVC は C は主語の説明だから、って言ったよね。私って、夢なんですかっていうふうに言ったら違うでしょ。私人間だから違う。そしたらこれは持っている何を、夢を。だからここがをになるっていうの。で、比べてみよう。どうなん。例えば、I clean my room, he became a doctor っていう文章がして、でも SVC と SVO どっちよ。I clean my room.He became a doctor だったら、うん。私って私の部屋なんですか？違います。だから、これは、O だよね。部屋を掃除したんでしょ？で、He became a doctor だったら、彼って医者なの？彼は医者になりましたでしょ？だから、ここは、C になるよっていうのが、簡単にわかります。はい。そしたら、T, S, V, O, O. あ、なんか難しくなってきたっていうふうに思います。はい。そうしたら、それは、人に物を do する。うん、どういうこと？例えば、My mother bought me a cake だったら、これはお母さんが私にケーキを買ってくれたよっていう文章です。ああ、ちょっと、いいです。うん。で、My mother,買う、を、by の過去形だよ。me が、を、a cake が、をだよ。うん。絶対に先に人です。この使うときだね。で、私にケーキを買ってくれましたっていう文になるんだよね。で、よく出る問題がこれ。第三文献に変えなさい。うん。例えば、my mother bought me a cake.っていうのを変えるときは、第三文献に変えなさいってことは、結局、O1 と O2 をひっくり返しちゃってください。My mother. 私にケーキを買ってくれました。O です。あ、ケーキを先に持ってくるんだね。わで、先にこっち物を持ってきました。そしたら一個だけ気をつけることあります。先に物を持ってきちゃダメって私さっき言ったじゃん。でも持ってきちゃったら、これ第三文献に変えなさい。だから前置詞のノリ使って、うん。こうじゃち、こうだね。こう。こう見。前置詞のノリ使ってくっつけてください。例えば、My father bought me a watch だったら、うん。My father bought me a watch を変えるときは My father bought a watch ここまでやったね。そしたらここは to me になるんだよ。bought じゃないよ。ごめんなさい。ここごめん。ゲームにしてくださいよね。gave me a watch にしてください。で、ごめんね。ここも gave にしてください。give に変わった by がgave a watch したらここが不思議なことに2になります。わー。
なっちゃった。で、これなんで、ボーとかなんでボーでこれ、なんでギブは、というのも嫌だってなんないで、これね、フォーっていうのは、ためにっていうですね、これ、いろいろ、文でいろいろ検索っていうか、調べてみてください。ためにの時はフォーでね、トゥっていうのをね、方向性を表します。これ、与える時って、お父さんが子供に入ってあげるでしょ。で、そのまま行くわね。変わったからって言って、私にすぐこう行くとかに。これ方向性を表すのはトゥになるよ。これは、ここだけでは説明できないから、いろんなこういう方向性を使うものを見て、フォーとツー、どういうところに関連性があるかなと考えるときに、そうやって考えると分かりやすいよ。はい、以上。次、最後。はい。SVOC です。最後です。で、うん。最後、例えば、I left the door open です。I が S, left が V, the door が O。この後、SVOC の時は目的語保護。目的語と保護の間にイコール関係が成り立ちます。I left the door open だったら、I left the door。ドアが、私はドアを開けっぱなしにしましたって言ったよ。そうすると、ドアがオープンの状態なのね。だから、これは SVOC になるよ。じゃあ、最後です。比べてみようのコーナー。They make me sad と will make you a house again です。例えば、they, 彼が、made が、作るか、わかんない。me, sad。これは、彼らは私を悲しませました。私は悲しいから、これは SVOC になる。で、make, make, 同じ動詞ののに、we will make you a house of cake.we'll make you a house of cake.house of cake はお菓子の家です。で、あなたってお菓子の家なの？違うよね。だから、ここは目的語。make you a house of cake. だから、さっき SVOO で見たように、人に物を言うし、だから人に、あなたに house of cake を作るよっていうことでした。ということで、これは OC で、これは OO ってことが分かったと思います。で、この授業を以上で終わります。ありがとうございました。